花畑、葉っぱの様子です。並列だけ賑やかに咲いてます。1列目はこんな、2列、3列、4列、上の方のチューリップだんだん枯れてきました。ちょっと病気がちだったので枯れは早いです。5列、6列、7列目、クロッカスの小さい方の球根、だいぶ葉っぱ枯れてきました。もうそろそろ掘り上げ時期かな。だんだん掘り上げようと思います。8列、ここのプシキはもうだんだん葉っぱ枯れてきました。あと1週間ちょっと先かな、掘り上げ。9列、10列、ここのチューリップの葉っぱも枯れ始めたんですが、ここもちょっと病気かな、病気だったのが多かった。と11列、これトリケトラム、花終わり、花終わりだけどなんかこんな風に実がぷっくり、なんかかわいいです。花終わってもなんかかわいい、トリケトラム。12列、13列、14列目、アネモネ、花の数多いです。一番多いかな。結構賑やかになってきました。色とりどりで綺麗です。15列、ここは一番上、ギガンチューム、だいぶつぼみが伸びてきてこんな感じです。葉っぱはだんだんいつものごとく枯れ始めました。1メーター20くらいになったかな、なんない、1メーターくらいかな、高いので。あとはちっちゃい、上の方はちっちゃいのでこんな風です。葉っぱみんなこんな風に枯れ始めてます。ギガンチューム、あと半月か20日ぐらいしたら咲くかな、満開になるかな。
16列目、17列目、18列目、19列目も、こちらもシラーカンパニュラータも終わりです。20列目、ちょっとだけ掘り残していたダッチアイリス2色咲いてます。こちら黄色のダッチアイリスと、あとはこちら紫のダッチアイリス、掘り残していたやつ咲いてきました。あとユリはこんな感じです。あ、つぼみがね、ちょっと草ぼうぼうですが、つぼみが分かるようになってきました。こちら透かしユリかな、こんな風になってます。あとチューリップの葉っぱこんな感じで枯れてきたのもあります。22列目、23、24、25、こんな風です。ちょっともう草がボーボーになってきたんですが、大変、これをやるのは大変なのでなかなか進みません。花畑の様子、葉っぱの状態でした。